マーク・キング、マーク・キング、マーク・キング。1958年10月20日台は、イギリス・ワイト島出身のベーシスト兼ボーカリストで、レベル42のリーダー。1980年代以降、ベースギターのスラップ奏法の発展と普及に貢献している。イングランドの南岸にある小さな島、ワイト島に生まれる。父レーモンドは、酪農家。中学時代、 音楽の教師に勧められて、ミュージシャンを志した息子に、父は10イギリスポンドのドラムセットを買い与えた。こうしてキングはそのキャリアをドラマーとして出発させた。イギリスの雑誌やインタビューでは、マークの学生時代にワイト島で音楽フェスが行われ、それにも触発されたようだ。お父さんはワイト島で囚人担当の役人という話だった。19歳で、 ロンドンに転居。1979年、マイク・リンダップにフィル・グールド、ローランド・チャールズ・グールド兄弟を加え、レベル42を結成するも、当時はまだドラマーだった。バンドに、ベーシストが必要になり、21歳の時渋々、ベーシストに転校したことは、キングの後世のキャリアからは、特筆に値する。1980年代の雑誌や、TV インタビューでは、マーク自身、 19歳でロンドンの楽器店に就職したが、本当はドラム販売担当になりたかったが、募集がベースギター販売担当だったので楽器店にはベーストであるということで、やむを得ずベース販売員で就職し、お客さんが店内でベースを思想しているのを見よう見真似で演奏を覚えたと言っている。21歳の頃にはスラップができるベーシストになっていたのであろう。 レベル42は、ワイト島で行われた初期のライブで、インディーズレーベル主催者の目に留まる契約。翌年には、ポリドールレコードと再契約した。1981年には、最初のトップ40入りシングルをリリースし、BBC の TV 番組、トップオブザポップスに初出演。1983年のシングルでブレイクした。1981年には、 ポリスのツアーサポート、続く1986年には、スティーブ・ウィンウッド、1987年にはマドンナをサポートし、1986年には、プリンストラストチャリティーコンサートにおいて、エック・クラプトン、フィル・コリンズ、マーク・ノップラー、エルトン・ジョンダと共演。1994年に解散。1984年にファーストソロアルバム、インフルインセスを発表。 セカンドアルバムはバンド解散後の1998年発表のである。1999年には未発表曲を集めた自主制作アルバムトラッシュをリリース。レコード会社を介さず、レベル42のサイトから注文を受け、キング自身がマッキントッシュとインクジェットプリンターを用て CD を作成し、代金17イギリスポンドでファンに通信販売した。続く、 ライブアルバムライブエティーザ・ジャズ・カフェライブオン・ザ・イル・オブ・ホワイトも同様の手法で制作・販売を行った。ユニバーサルとの契約は残っているものの2007年のレトログライドライブの DVD をはじめとしてキングは自分のレーベルサマーハウスレコードラベルでのライブ版制作を続けている。1998年の発表とそれに続くヨーロッパ極東ツアーを経て 再び脚光を浴びる。2006年にレベル42を再結成、トラッシュを除けば8年ぶりとなる、スタジオ録音のニューアルバム、レトログライドを発表。キングは1980年代における、ベースギターのスラップ奏法の発展に寄与した。スラップ奏法は1970年代に、ファンク奏者のラリー・グラハムらにより始められたとされ、スタンディ・クラークや、 マーカスミラーらのフュージョン奏者により発展を遂げてきた。キングは高速スラップを編み出し、ベースラインを弾きながらもパーカッシブな効果を加えるというコード演奏テクニックを広げた。キングの奏法は、マシンガンスタイルとも呼ばれる16分音符の連想によるもので、ポッピング、ハンマリング、スラッピング、地に左手によるスラップを超高速で組み合わせたものである。キングとレベル42は、 1970年代から80年代にかけてのブリティッシュファンクムーブメントに最も大きな影響を与えたアーティストと言われる。江川法人、元幕風スランプはマーク・キングをライバル視していたと語っている。演奏時に右手の親指にテーピングしているのは1981年のオランダでのツアーの際に 高速サムピングにより親指関節部を切って痛めてしまったのがきっかけで指の保護のためである。それ以来ライブ、レコーディングでの演奏時には常に巻いている。使用楽器は最近では主にステータスグラファイトのベースを使用しており、以前はアレンミック製、ゼ d 製。 主央弦については1弦から順に030050070090というかなり細いゲージのベース弦を使用している。アンプはアシュダウン製の自身のシグネーチャーモデルや最近では T、C エレクトロニック製のものを使用しているが過去にはトレースエリオット製を使用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。